私は、読書をして、人と人をつなげたいというふうに考えています。具体的には、アクティブブックダイアローグという、みんなが本を分担して読んで、ビジョンを共有することで、みんなが同じビジョンを持って行動できるように、読書会を行っています。で、その方法を使って、みんなで、子育てをできないかということを考えています。きっかけは自分の家庭です。自分の家庭の中でやっぱり、うまくいかなかったり、それから、仕事でもなかなかうまくいかないっていう時期がありました。で、その時に自分のことを、こう助けてくれたというか、一つきっかけを与えてくれたのが読書でした。ただ読書をするだけじゃなくて、その読書したことを、家族に話していくことによって、だんだんその本の内容だけじゃなくて、自分のことも見えてくるっていうようなことがあって、それでこう自分の発見、あと家族みんなが同じ気持ちになれるっていうようなことにつながっていく、すごく読書をして対話するっていうのはすごくいいことだなっていうことから、今みたいなことを始めようというふうに考えました。今読書だけの話をさせていただいたんですが、自分小学校の先生を一応やっていまして、子育ての現場っていうのは本当にすごく難しいなっていうことを日々実感しています。それは小学校だけじゃなくて、自分の今娘が2人いるんですけど、幼稚園や保育園で子どもを育てていくっていうことも、とても大変です。で、その中でやっぱり一人一人の家族が孤立しがちだっていうところが、一つ自分の中で引っかかっているところで、そういった皆さんがつながって、子育てをしていけるっていうことを、読書を通じて、やっていきたいなっていうことを考えていて、みんながやっぱりつながれる、で、子育てが楽しいと思えるような未来になるように、していきたいなというふうに考えています。今は、まず人と人とが、つながるっていうことが大事だなっていうふうに思っているので、実際に自分のそのママ友の中で、読書会を行ったり、ちょっと友達の友達ぐらいの感じで、いろんな方が集まって公民館でちょっとお話をしたり、あるいは今ちょっとコロナ禍なので、オンライン上で、ママ友だけじゃなくて、こういろんな職種、例えば、心理師とか助産師とか、あるいは看護師とか、そういうような、ちょっと専門的な知識が入った方とも連携ができるように、読書会や対話をしながら、つながっていく、そういうような活動を今しています。まず今言ったような話っていうのは、なかなかこう行政では手が届きにくい部分だなっていうふうに考えています。子育てサークルや、それから、子育て支援システムっていうものは行政にもあったりするんですけど、まだまだこう利用される側も、それから利用する側もうまくつながれていないなっていうところが、自分の中での課題意識としてあります。それをもう少しこう草の根の活動から、たくさん、知っていただいて、いろんな人がつながれるようにっていう部分、それから、今回みたいにちょっといろんな方に、より多くの方に知ってもらいたいなっていうふうにも考えていますので、こういうふうにすると人と人がつながれるんだよっていうことを、今回ちょっとアピールできればっていうふうに考えていますし、それができることによって、子育てが楽しくなる、そういうふうになっていくといいなっていうふうに考えています。今考えていることは、自分自身が、来年度からちょっと育休に入るということがありまして、そういう機会を利用して、実際に、ちょっとコロナ禍がこれは明けてからなんですけども、自治体の方と少しこう連携をする、機会ができてきましたので、その自治体の公共施設を使って読書会を行ったり、ショッピングセンターに隣接する、ちょっと大きめの子育て支援施設などを使って、読書会をしていくっていうことを計画しています。また、先ほども話をしていく通り、実際に、そういう現場で働かれている方をお呼びして読書会をしたり、あるいはこう本を読むにあたって、その本の著者をゲストに呼んで、読書会みたいな形ができれば、
とてもこう実のある活動になるんじゃないかなというふうに考えています。もう本当に全ての方につながりたいなっていうことが一番はあるんですけど、一つはやっぱり一緒に活動してくれる方、今まだ本当にすごくつながりはあるんだけど、共にっていう形でやっぱり一緒に活動できている人はそんなにたくさんいないので、こういう形でいろんな場所で読書会を開けるといいなっていうことを考えると、そういった活動に賛同してくださる方ですね。まずそれが一番大きいかなというふうに思うのと、今後活動していくにあたっていろんな場所でやるときにその場所を提供してくださる方、あるいはちょっと資源が必要になったときにそういうことをスポンサー的な感じで援助してくださる方がいらっしゃったらとてもありがたいなというふうに思います。いろんな方がこう子育てに興味を持って、困っている方でも、そうじゃなくてもみんな困っている部分はすごくあると思うんですけど、子供のために何ができるかっていうことを一緒に考えていけるようにつながっていければなというふうに考えてます。まずは、こういう活動をしているっていうことを、いろんな人に知ってほしいので、そういうプロモーションを手伝ってくれる方、それから、実際にそれをやっていく場所を提供してくださる、それから、やっぱ大きなちょっとイベントになった時に、やっぱり資源が必要だと思いますので、そういうものを提供してくださったり、あるいは実際に本の著者とか、それから、実際専門家の方で一緒に、会を開いていってくださるような、そういう方がいらっしゃるとすごく助かりますし、やっぱり参加してくださった方に何かこうお返しできるような、そういう会にするために、そういう方がいらっしゃるとすごくありがたいなというふうに思います。